Ah, eu acho que a minha característica é bastante parecida com o estilo de jogo do Frontale, que é de passe, né, de ter a posse de bola. Então é procurar trabalhar para colocar o meu estilo de jogo aqui já no Frontale e aprender bastante com essa equipe vencedora. Ah, meu objetivo como time é conquistar títulos, né, claro. É, a gente tem bastante campeonato aí nesse ano e é procurar conquistar o maior número de títulos possíveis. E individualmente, eu acredito que ia dar meu melhor para essa equipe, que por consequência as coisas começam a aparecer. 戻ってこれたことにまずは感謝して、サポーターの皆さんに少しでも成長した姿を見せられるように、キャンプから気合い入れて頑張りたいと思います。試合数が多くて、チャンスが絶対回ってくると思うんで、そこでタイトルに貢献できるように、いい準備していきたいと思います。数多くの素晴らしい選手がつけているのに、本当に覚悟を持ってやりたいですけど、正直、本当は。26番つけたかったんですけど、あ、もう空いてなかったっす。1個上の薫君が、はい、やっぱ年も近いですし、去年、本当に刺激になったので、本当に、吸収できるところを吸収して、本当に成長したいと思ってます。はい、わかりました。ありがとうございます。あ、2億円プランですね。はい。はい、失礼します。今月もあっという間にノルマ達成やったな。まあこんな結果じゃ満足できねえから、まだまだ頑張らねえとな。でも他の選手と全然差ついてるな。ねえ中村君、引退したからってテレビばっかり出てる場合じゃないんですよ。いいですか、もうゴールパフォーマンスなんて考えなくていいですからね。もう僕なんて1年目から結果しか出してないですか。もっと結果出してください。結果、ゴー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 。100点だと思います。でも健吾さんに会いたいとしちゃったんで申し訳ないです。チームとしては ACL があるんで、アジアで1位になることが目標ですし、もちろんリーグ天皇杯、ルヴァンの全部のタイトル取りいきたいですし、個人としては去年以上の活躍というか、しっかりと結果を出してチームの中心となれるような活躍をしたいなと思います。さっきの三笘薫見ました？見ました。1年経つとああなるんですよ。いや、来年僕も楽しみですね。あそこまでいければいいですけど、去年1年間、戻ってくるっていう気持ちやってたので毎試合見てて、やっぱ一人一人、格段にうまいですし、見てて楽しいサッカーをしているので、そういう面は、自分も自分が持ってきたときにどういうふうにやるかとか想像して、いつも見てました。友達の家でゆっくりしてました。あ、のんびりしてたら連絡が、フロントアレさんですみたいな。はい、いやでも誰にも言えないんで、すごい嬉しかったんですけど、押し殺して。ピッチでお楽しみください。そうですね、試合に出ますっていう決意ですからね。そうなんですよね、はあ、僕今までコズって呼ばれてきたんですけど、ちょっと川崎ではカズキって、ね、下の名前で呼んでほしくて、新規点というか、結構周りからはカズキって呼ばれることが多いんですけど、サッカーになるとみんなコズっていうふうに呼んでたんで、ちょっとサッカーでもみんなからカズキって呼んでほしいなっていう。フロンターレのサッカーでも見てる人を魅了するっていう言葉通り、プレーでしっかり魅了できるような、プレーをしていきたいなと思ってます。結構去年一緒に選抜とかでもやってる先輩とかもたくさんいて、そういう選手が結構活躍してたので、すごい刺激になりました。やっぱり最初に来たら健吾さんとパス交換するっていう歴史を聞いたんですけど、やりました。一緒にやらせてもらいました。でも全然止まってないっていうふうに言われてます。点は決めると目立つんで、
まあ、貪欲に狙っていきたいですけど、うん、結構まあサイドバックでサポートすることが多いポジションなんで、そういったプレーでは狙いに行きます。はい、そういう時は貪欲に狙っていくんですけど、試合の流れだとサイドハーフの選手のサポートだったりとかっていうのを、サイドハーフの選手のために動くっていうのをやってたんで、まあでも本当に数字を残すと、あの上に上がれる、レベルアップできる世界なんで、そこは貪欲に狙っていこうと思ってます。まあ、1年目からハングリー精神を持って全力でやっていきたいっていうのは考えてます。今年の目標はですね、やはり、リーグ連覇、これを軸に、もう一つはやはり、ACL と、この制覇というものに、チャレンジしていきたいと、思っています。まあ、この ACL と、いうものに関してはね、本当に、まあ、難しいというか、過去に J リーグと、ACL を、同時に優勝したチームはありませんし、ただ昨年のチャンピオンでもありますし、 J リーグの、そして私たちはやっぱりね、川崎フロンターレなので、やっぱり魅力あるサッカーをして、とにかく、その目標に、進んでいきたいと思っています。